サポートホームプレゼンツ、宮城拓磨の火曜ださあ、今夜も始まりました。えー、時は2月の、ん ?23 日。猫の日の次の日ですね。な、まあ、昨日猫の日だったってね。<laughs> え、これ、何でもありなのかね、こういうのね。わしだって1月の11日はワンワンワンで犬の日なのかな。あこの語呂合わせというかさ、 例えば3月の4日が三振の日って言うんだったら3と4で三振でねなんかあのちゃんとゴロっていう感じはするけど2月の22日ってにゃーの2しか当たってないよね <laughs> <laughs> それで猫の日って。 まあいいんだけど、猫ず、まあ俺も猫飼ってるから、うん。かといって別に俺何,何をしたわけでもないですけどね。うん。すごい頃、語呂合わせだなと思ってね。あのー、なんかインターネットとか、で、あとは、あのー、えっと、自分たちの猫の写真だとか、ああいったものを募集してるとかね。うん。いろいろありましたけれども。 えー、いや面白いね日本人って日本人ぐらいだろうねこんなに語呂合わせするのとかさ、うん、名前でも語呂合わせするもんね <laughs> バルトって絶対あれ読めないでしょカタカナに当て字でしょあれ <laughs> 相撲だけど、うん、あ,れもあれも読めんしね今やほら、あのー、キラキラネームって言ってねあ,あってでそれで「大城太陽」って書いて大城ティーダ君っているんですよ 本当とにほんとにああ普通に大まあ実際太陽っていう名前もねいそうだしねただいや「T だです」って言ったら「内地で内地で言ったらなんでよ」って言われるだろうねな何つながりみたいな <laughs> だからああいうのもキラキラねんっていうのもまあいいのか悪いのかはちょっと別として俺はつけきれないな <laughs> もし子供ができたらね 覚えてるかな昔は悪魔くんって名前をつけて、で、それで裁判とかにはならなかったんだけど、あの、役所が OK しなかったんですよ。区役所が。いや、これを通すわけにはいかないと。もう、うん、この子の、なんていうの、将来のために、さすがにこれは通すわけにはいかない。もう、あの、本当に感情も悪魔ですよ。うん。わけにはいかない。で、それで両親が怒って、 <laughs> それはもう訴えるっていう話にまではなったんだけど実際はあの訴えはしなかったんだけどねうんいやーでもこれ子どもからしたらたまったもんじゃないよね <laughs> 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 さあ今日のテーマいきましょう今日のテーマは冷蔵庫の残り物ということで、えー、皆様の冷蔵庫の中身を教えてくださいメールの宛先は「 868アットマーク fm-uruma.com868 アットマーク fm-uruma.com えファクシミリの方 098-965-4868965-4868番、えーともに懸命にようだと入れて、ラジオネームをつけてお送りください。よろしくお願いいたします。えー、それから Facebook、Twitter、つ、え、な、ー、がっております、えー。僕の方はですね、アカウント、えアットマーク、たくま、かはは、こちら Twitter の方ですね。えー、もしくは、シャープようだの方に、えー、また LINE、えー、LINE じゃねえや。 あのツ,イツイキャスも含めていますので、はい、よろししくお願いしたいいたと思います、えー、それでは参りましょうこの番組は「オードブル10箱のことならおかずの店金く」「あなたの町のリフォーム屋さんサポートホームの提供」でお送りいたします。 えー、ツイキャスもね、えー、行っているということで、えー、今日初見さん来ていただいてますね、えー、ツイッターネーム、えー、タンクバータンタンランランルーさん長いのでランランルーでいいですかこんばんは初めましてはい初めましてありがとうございます自分も本名たくまってなんでよろしくですってあそうなんですねああいいですなんかあの親近感一気に分けますねうん えー、ゴングさん来てますね。えー、こんばんは。わってことで。はい。ありがとうございます。うん、ええー、シュプリームさん。こんばんにゃあら、今日はワイシャツにジャケットでりりしいにゃーってことで。あ、さっき猫の話をしていたからね。<laughs> <laughs> ちゃんとかぶせてくるね。またリスナーは。うんさあ、今日のテーマは冷蔵庫の残り物ということで、えー。僕が気になってた、あのー、 よくこっちにね、FM うるまの方に遊びに来てくれる、あの、大島さんっていう、あの、おっちゃんがいるんですけど、大阪ので。もう沖縄に来て十何年って言ってたね。で、まあ何してるおっちゃんかというと、島根ろっていう、うん、あれはなん、なん、なんだろう。な、調味,料調味料かなうん。この、沖縄には高齢グースっていう、 ね、調味料がありますけれども沖縄そばとかね、うん、ああいったものに入れて、うん、ちょっとか辛いんですよね、うん、でそういった調味料を作っているあのー、大島さんがまあよく遊びに来ていてであのー、先週以前あの僕の前任のパーソナリティさん有田さんの,あの結婚式ありましてですねそれであのー、各テーブルにシマネロを置いて で、あの、うちのパーソナリティね、あの、大使さんも一緒に同じテーブルだったんですよ。ほんで、帰り、もうあの、4つでも5つでも、もう,もうテーブル余ったやつ持って帰っていいよっていうことを大島さんと話をしていて、ほんで、僕もちょうどもう亡くなったので、ほんで、その、島根ロを狙っていたんですよ。ほ <laughs> んで、9時過ぎて、 で、俺、大使さんと二人でそわ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 しながら、もうそろそろ終わりだな、みたいな、島根を狙うぞ、と思ったら、あれ一応、あの、島根の自体、えー、MC の方に、紹介してもらったんですよね。うん、で、紹介したからでしょうね。もう、机に一個も残ってないんですよ。うん。で、それで、俺なんかはさ、二個,個も三個も同じものを、なんか、 持って帰るっていうのなんか周りに知られた嫌じゃないですか何を狙ってるんだと <laughs> <laughs>、まあ、アリックさんコーラを2本持って帰ってたけど <laughs> <laughs> ペットボトルだったんですよお茶とコーラが <laughs> オレンジもあったから、うん、あんなのだからなんていうのあの引き出物の袋の中に一緒に入れて <laughs> でそういう入れてるのをなんかシマネロを2本,2本も3本持って入れるのをちょっと見られたくないからっていうことで2人 狙ってたんだけど、あのー、ちょっと引き気味に、あっ、あっちのテーブルまだ残ってるんだあちょうど真後ろのテーブル残ってるぜとか。で、じゃあみんなが帰った後に残ったら持って帰ろうね、だったんですよ。ほんなら、意外にね、お客さん、あのー、居残り意やがって。はははははは。一本も持って帰ってない。ああ。あの島根のまた買いに行かないといけないですけどね。うーん。あ、美味しいんですよ、ほんと。ぜひ、あの、ほんとに、あの、また、 ネットでもね、えー、あの、載せてるっていうことなので、島マネロって検索していただければすぐに出てくるかと思います。あれ何にでも、何にでも合いますね。だから僕は魚料理、肉料理、野菜炒め、チャーハン。何でもかけるね、本当に。うん、美味しいです、美味しいです。さあ、えー、シュプリームさん、えー、追加数から来てますね。冷蔵庫の,の残り物といえば 約3週間前に銀座のコージーコーナーで買ったケーキの一つがいまだに構内の一角に鎮 <laughs> 座しております。<laughs> 一見カビなどは見られないのですが食べるわけにもいかず捨てられ,、えー、捨てられることもなくテンテンテンということであなんかあるねあの俺は大体こういう部類がなんかサランラップに包まれたわさびなんですよ。 これいつからあるハこれ <laughs> <laughs> だいたい卵を置かれてるところの一部にあるんでこれいつからあるばとか思うんだけどなんかあのいつからあるばって思って飲み物取ってついでたらもう忘れてるねうんでだいたい,いつもずっとあるみたいなうん感じだったりねいやーあとはでも冷蔵庫ってきっあのちゃんと見てなんていうの たまには、掃除した方がいいですよ。うん。本当にあの、賞味期限2年前に切れましたっていうマヨネーズが出てきたりさ。<laughs> <laughs> だから、しぼりいもさん言ってるように、食べれはしないんだけど、そのまま置かれてるっていうのがね、結構あると思うんだよね。ああ。ゴングさん。ああ。冷蔵庫の残り物といったらやっぱり。 ご飯ですよかな <laughs> ある俺なんかおうちにもうんなあ,あのー、あれ今サイズがあるんだね昔なんか一つしかなかったような気がするんだけど今ちっちゃいのもあるんですようんそうそうそうでーあ俺なんか今今も冷蔵庫にあるなご飯ですようんあーでもあのご飯ですよとかふりかけとかなんかほらあのおかずとは以外の もの食べ出したらずっと食べるけど忘れたらずっと忘れ <laughs> <laughs> もう冷蔵庫にずっと茶茶ちゃ,ーちゃんだぎうんで気づいたらだから賞味期限ギリギリとかさうん一番あれよねだから冷蔵庫のものって賞味期限やっぱり見ないといけないからね、うんえー、ラジオネームかなたさん シバネロは高齢偶数とは違った刺激的な辛さが癖になりますあっさっきのシバネロのねうんことを言ってたんでそうなんですよあれぜひ一度この試していただいてあの本当と癖になりますよあれあのちっちゃいのと大きいのがあってであのこの間大きいあのこの間っだからあの特番の時にリスナープレゼントっていう形でで それとは別にもう、あの、パーソナリティさんには、あの、差し上げますっていうこと。たくまさん初めてだろうと思うのでっていうことで、大島さんからいただいたんですよ。大きい方。あれを1ヶ月ちょっとくらいで使いましてね。結構だから頻繁に使いましたね。うーん。えー、めぐたんさん。あー、冷蔵庫の中身ね。マックのケチャップがあります。<laughs> <laughs> あれ、賞味期限書いてあるのかな どううなんだろうああれと同じ形でさタコスの,あのチリソースあるじゃないですかあれはあるんですよ賞味期限書いてあるんだけどマックのケチャップってあれ書いてあるかなわからんなでも,もうい,ついつからあるかわからんってなったらもう捨っちゃった方がいいんじゃない <laughs> <laughs> いやああいう調味料一応ほら基本的に調味料そのもの自体は 日持ちするじゃないですかあのー、醤油だったり塩砂糖だったりとかっていうのはでもだからマケチャップもマヨネーズも日持ちする方だとは思うんだけどその賞味期限消費期限が書いていないものに関してはもう一斉掃除した方がいいでしょ <laughs> <laughs>、えー、ランランルーさん最近冷蔵庫を掃除していたら にくるまれた半分のため玉ねぎとか出てくるってああわかるあのー、日が経つと黒くなってくるんだよね <laughs> あれありますよ俺大学の時に大学の時1年の時は下宿だったんですよで2年の時にアパートに移ってで3年間2年から4年までの3年間はそのアパートに住んでたわけ で,そんなにでっかい冷蔵庫じゃないですよ、1人用の冷蔵庫なんだけど、最後はもう、あの後輩にあげるっていうことであの、冷蔵庫っていうよりも、持って帰らないものを、とりあえずあのピックアップし第で、お前、もらえっと。<laughs> もう俺、仕分けするのめんどくさいから、その中に自転車も入れてやるから、お前、もらえっと。うん で、わ、うん、かりましたって言って、じゃあ冷蔵庫も、あの、その中入れるからなっていうことで、最後、とりあえずもう冷蔵庫の中、もういらないものはどん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 捨てるっていうことで、冷蔵庫の本当に一番端っこに、あれ、忘れもしないわ。いつから入ってるかがわからないけど、あの、じゃがいも。はははははは。じゃがいもってあれ、ちっちゃくなるのかなそれともああいうものなのかわかる。多分ね、一回、目が生えて、 それハハハさって <laughs> <laughs> 真っ黒でしょうねあ大変だったねあれねいやそういうものやっぱりねあの半年に1回でもいいからやっぱり冷蔵庫の中身は掃除した方がいいね <laughs> えメグタンさん再び。 スーパーの総菜からもらった小袋の醤油があります。ああ、ああ、なるほどね。うん。だから、あのー、昔はさ、お寿司を買ってきたら、あのー、あれなんだ、醤油刺しあの、魚、魚の形の。うん。また実家にあれ、コップに入れて醤油刺し引っ張ったな <laughs>、うん。その醤油刺しのコップと、 隣にわさびのコップ買ったんですよ。<laughs> 今考えたら、だからあれ、しょうゆし、賞味期限書いてないでしょ。うん、いやー、あれ大丈夫なのかね、本当にね。ああ、まあそう、そういうのも含めながら、あの、皆さん、今日、今日、今日,今日きっかけに、ちょっと掃除しましょう。うん、<laughs> 年末大掃除じゃ年度末大掃除でいいじゃないですか。うん、はい。<laughs> はい、ということで、今日はですね、実は、あの、ゲスト。 お呼びしております。あのツイキャスでもちょっとじゃあ、はい、こちらで行きましょうか。はい、はい、ゲスト、えー、来ております。こんばんはこんばんははいお名前をお願いいたします。はいあの今日ゲストで呼ばれたサポートホームの知念正二と言います。うん、はい知念さんよろしくお願いいたします。あ,ますね、あの忘年会以来で。はい、はい、お久しぶりです。<laughs> お久しぶりです。よろしくお願いいたします。はい、ますなんか痩せました。<や>そうじゃないそうも変わらない。 なんか痩せたような感じがするかな。かあ洋服のせいですかね。もともと。あ,まあ、もう昔からあまり変わらない。変わらないタイプです。なんか痩せたような印象があるんですが。<laughs> うん、なんか苦労してるのかなとか思って。最近久々にあった。あの、ドンキシで、ちょっと言われました、ねはい。あ、言われました。同じようなこと。うなこと大丈夫かみたいな。はい、<laughs> 疲れてるけど、大丈夫かみたいな。じゃ <laughs>、うん、今日なんか、あのー、いろいろ pr したいことがあるということで。えー、期待。 いいただいてますね、はい、あの先週僕もあのお知らせしたこちらこのトイレ増設の簡単なあの設置でトイレが作れますよということでニコトイレをですねえお知らせいたしましたそれをちょっとね詳しく聞かせてほしいなということであの来ていただいております、うん、じゃあちょっとそもそもなんですけどニコトイレっていうのは何,何,何ですよ はい、ニコトイレとはですね一般的な洋式便器に SFA ジャパン社のポンプを取り付けることではい、はい、床を解体したりする大掛かりな配管工事をせずに簡単に家のどこにでも設置できる水洗トイレです、ね、水洗トイレ、はい、あれじゃないですよねあの和式トイレの上に被してよあの洋式になりますあれあのレベルじゃないですよあれとは違いますよねならえっ、ー、とー <laughs> 先週の記憶をたどたどると、二回、はい、でも一回でもまああの設置ができないというふうに言われているところでも設置ができるっていうところが大きな特徴なんですよね。はい、はい、そうです。ああだから例えばそういうどどこに配置したりとかってあるあ,あ,あるんですか？はいあの例えばですね寝室からトイレまでのはい、はい、距離が長くて不便だなと感じている場合やはい、はい、今まで配管が難しくて工事が できないと諦めていた2階以上のお部屋。ああ、地下。など。でも。問題なく取り付けることが。できます。あとお店の中にトイレなどの。水回りの設備がなくて。はい。困っている方にもおすすめします。なるほど。これ、あれですよね。特に地下は難しいんですよね。地下は難しい。ね、も、あのもともとそういう風に作られてるところでしか。要はトイレが設置できないっていうのが今までの常識。はい。うん。 で、あとはまあ2階3階もしくはね、あのそれ以上の階においても、もう配管が通ってるところしかできないよっていうのが普通だったところ。この2個トイレであれば、要はこれあの、このティッシュだとかお物だとかっていうのを粉砕するんですよね。そうですね。粉砕して細かくして、で、あの、流していくというところで、はい、あの、手軽に作れるというのが。 大きな魅力ですね。これね、いいと思います。これどれぐらいの耐久性があるんですか？はい、あの SFA のポンプは耐用年数が7年から10年となっています。あ,あ、結構長いですね。はい、それだったら、ね、7年10年だと。え、はい、あまり見たことのない製品なので、うん、どのぐらい持つか不安に思うかもしれませんが、あの SFA という会社は58年前にフランスで 設立された歴史ある会社で、今ではヨーロッパ全土、うんうん、北米、そしてアジアで製品を販売していて、はいはい、全世界で直径70万台以上の実績があります。またサポートホームは、SFA の認定施工修理店になっていますので、万が一、故障などのトラブルがあった場合でも、これ大丈夫なのっていうふうにあの思ったら、そのままもう連絡くれと。はい いうような形ですね。ああ、なるほど。あ、っていうことは、これ、あれなんだね。あのー、こういう外資系の、もともと、あの、会社が開発したもの自体が、まあ今、日本に入ってきて、で、沖縄でも徐々に使われ始めてきているというような感じなんですね。いやー、これ、あれですよ、あのー、寝室からさ、 こののトイレが遠いいいっていうのは結構あると思いますよ <laughs> でほらもう高齢者社会になってきてるじゃない、はい、で実際もう俺なんかねもうと思うかもうも60も過ぎて70手前になってくるとさで今までそのあの使ってたも,うもちろんトイレももちろん使っていくんだろうとは思うんだけれどももっとやっぱ近い方がいいかなとかさ。うん でもっとなんか便利にならないかなって思ってる人っていっぱいいると思うんだよね、うん、だからこういうものがあってでまあね78年あの耐久性でもってあっメンテナンスとかはどういう形でやっていくんですかそうですご家庭での使用であればはい、はい、定期的な清掃や点検などは特に必要ありません、うん、あそういういあの 例えば半年に1回転勤が必要ですとかっていうことではなくそうです、ね、あなるほど、はい、じゃあ少し何かおかしいなと思えば連絡していただければご対応していただけるっていうような感じなんですね。はいえー、これねあのもう結構ねえなんか良さそうだなっていう思ってる人い,いると思うんですけどいっぱいいると思うんですけどあのやっぱりこっちですよね。 ラジオでこっちってわからないけど <laughs>、ね、<laughs> 予算ですよね。はい、うん、面白いね日本語ってね。お金って言ったら予算って言ったらね、うん、予算って言ったらいいように聞こえるけどね。<laughs> まあでもこれあの二、ー、十何万円ぐらいでしたかね確か。そうです。SFA、はい、のポンプと、うん、洋式便器のセットと、はい、工事費の合計で、あそう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 。税抜き二十三万円となっています。<っ>ですがあのー、配管が二十メートルを超える場合や。はい。 まあ、トイレの壁、はいはい、を一緒に作る場合は少し費用が変わりますので、はい、一度現場調査をさせていただきます。はいまあ、調査は無料ですので、まあ、お気楽にお待いしてます。なるほどですね、えー、では場所によっては、はい、その少し工事プラスアルファがかかるかもしれないけどということですね。はい、では、えー、この辺あたりだとかっていうのはまた、あのー、相談していただいて。えー、でだってこれ この間聞いたら配管を実際じゃ配管をした通して新しく作りますって言ったら100万ぐらいかかるんですよねあれって実際配管工事自体も費用かかるしで、その,なんていうの配管そのもの自体もねベッドでかかるしで、それに工賃プラスうんぬんかんぬんって言ったらやっぱり100万超えるような工事になりますもんねそれがね。 あの二十三万円で基本的にはできるということですので、ぜひあの気になる方、あの一度サポートホームの方にお問い合わせ願いたいと思います。フリーダイヤルです。零一二零三四零一八一零一二零三四零一八一番までお気軽にご相談ください。お電話ください。よろしくお願いいたします。 いやー、知念さん、はい、言い残すことないですか？<laughs> 緊張してます。もうめちゃくちゃ緊張してます。<laughs> 手汗もすごいですね。<laughs> いやでもこのトイレはね、あのー、この間もねラジオの時にも言ったんですけど、日本はトイレすごい綺麗に使う国なんですよ。はい、で、あのー、アジア諸国、うん のののトイレの感覚って違うんですよね、はい、あの例えば台湾だとか中国だとかっていうのはあのトイレに紙流してはいかないんですよ。ゴミ箱そうそうそうなんですトイレにあの流していけないそのまんま吹いたものはゴミ箱にしてるっていうのが習慣なんですよだからね那覇とかまああの多いじゃないですか今観光客っていうのが。うん、で多くてだからその。 吹いたものをゴミ箱に入れているんですって。で、でだから横に、ちゃんと水洗トイレに流してくださいっていう、針紙が貼ってあったりとかしてね。うん。だから、そういった意味でだったら、日本人合ってるよね、これね。うん。で、手軽にできるし。で、トイレって、ないお家ないでしょははは。<laughs> <laughs> 絶対ありますからね。<laughs> はいえー もう気になる方、ぜひあのサポートホームまでお問い合わせくださいま。よろくお願いいますしい、えー、今日のゲストは知念庄司さん、サポートホームより知念庄司さん来ていただきました。ありがとうございました。さあ、1曲お届けいたしましょう。いきましょう。DJ みそ汁と MC ご飯のナンバーから。じゃ <laughs> これもネーミングがも面白いあい。<laughs> えー、ジャスタ自炊どうぞ。<laughs> いやーこれねあの先ほどのトイレのことなんですけどもやっぱ一番ねおそらくあの気になるところというか、えー、そういうところじゃないですかデリケートなところ。でそれに対して例えば一般家庭でもこれできるしで今からなんか建物を建てて、まあ、商業施設とかでもで地下に。 地下駐車場にトイレを建てたいっていう方も現れるでしょうね。それだったらかなりお手頃だし、うん、いいんじゃないでしょうか。え、えー、気になる方、ぜひサポートホームまでお問い合わせください。えー、フリーダイヤルです。0120-340-181番。0120-340-181番。よろしくお願いいたします。うん。えー、っと、ツイキャス行ってみましょう。初見さん多いですね。今日はありがとうございます。えー、どうしよう。 ツイッターネーネムレッドブルさんありがとうございます初見です FM うるまってどこにあるのかなって書いてありますねあの沖縄の真ん中 <laughs> <laughs> 沖縄のうるま市にうるま市石川の方にありますはいそこから生放送で、えー、実際ラジオも兼ねながらええー、マル放送しながらユーストもやりながらツイキャスもやってるといううん 一丁何席ですか <laughs> <laughs> さあメール来てるのでいきましょうかお届けしましょうメール紹介いきましょうねうん、えー、ラジオネームかなたさん頂い,いてますありがとうございます、えー、ツイキャスでも見ていただいてありがとうございますたくまさんこんばんははいこんばんはテーマ残り物うん彼女の実家で半導性しているのですが鬼お,おじいちゃんが月 月一で袋に入ったおでんを買ってきます、うん、最近は暑くなってきているので冷蔵庫で眠ったままになってしまいえー、なっています暑い日に暑いものを食べるとなんだかにりてきますかっこ悪いってことか <laughs> あれでしょ普通にビニールに <laughs> なんでかなあれおじいおばなんかおでんビニールに入れて持ち歩くよね「は、う、い、ん、食べなさい」って言ってから持ってくるよ うん、終わった、うん、お,おばさんなんか持ってくるな、うん、ほら大体タッパーとかさ <laughs> あるけど、うん、ビニールに持ってくるのいるな大体、うん、これ、あのー、なんていうの大体1日経ってとかぐらいだからね結構。 卵にも味染みてね、うん、いいですね。レッドブルさん再び。ウルマ静みですよ。あ石川なんですねということで、ああそうなんですね。ええ、あのそうなんです、ね、石川にありますあります。こっちの、えー、石川の田畑があるでしょ。あれの裏側ら辺です。うん。多分た県外の人全然わからないはず田、ね、畑 <laughs> は田畑は全国？ ちょっと沖縄だけですよね多分ねうん、うん、だとだと思いますね。ホームセンターですよね。うん。あの裏側にあるんですよ。F.M. ウルマが、うん。さあ今日のテーマは冷蔵庫の残り物ということでね。うん。いろいろあのー、残り物でみみ,み皆さん見ました？何が残ってるか <laughs>。<laughs> <laughs> すごいもんが残ってるよとかさ。 あの、俺なんかおばのお家は、もう冷蔵庫開けて、だからの卵のところですよ、卵を置くところ。あの、キスチョコレートが絶対あるんですよ。もう、うん。なんかね、俺なんかおばあは、うん、キスチョコレートばっかりだね。結構ね、ファンキーかどうか知らないけど、お茶じゃないんですよ。コーヒーなんですよ、わったおばコーヒー派。 うん、でずっとねあの昔この米軍基地の中の、えー、ななんていうのホームクリーニング、うん、をやってたので,でそれで、あのー、毎日飲んでたのコーヒーだからでしょうね多分、うんうん、いつも行ったらコーヒーだね、うん、でまあ沖縄のあるあるだけどもう行ったら行ったで。 亀亀攻撃しますよよねあ大丈夫よおばあもう俺あの夕飯食べてきたからさ今日はあのお母がこれ届けてきてっておでん届けてきてって言ったから「おでん持ってきたよ」って言ってから「あそうねじゃあゆっくりして行きなさい」って言って「うん、あじゃあもう,もうすぐ行こうね」ってあなんで「何も食べないの?」とかさ <laughs> 1分もせずにすぐ仮命仮命攻撃するからねいや沖縄のーバーは本当に強いと思うねうん。 これね、なんで強いかなって思う、思うとね、あれなんですよ。基本的に、沖縄って共働き多いじゃないですか。だから女性も働く。で、女性が、なんていうのあの、家庭を支える。うん。ってなれば、強くないとダメなんですよ。おそらくね。うん、それが、だから、年を取ったら、おばあになるから。<laughs> だから強いと思うんだよね、本当に。 あいや悪いことじゃないんですよい,いいことなんですよ、うん、逆に言えばあだからこのなんていうのカメカメ攻撃っていうのも,もうおもてなししたいんだよねおばあからしたらあ何かおもてなししてあげたい、うん、とりあえずあの座って、うん、コーヒーごは飲みなさいみたいな感じでもう絶対言いますね、うん、もう玄関でようすましてすぐ渡すもん渡して行こうかなと思ってももう、ね、座って あのゆっくりなさいみたいな感じで、うん、出て出てくるのは絶対コーヒーとだからあのキスチョコレートですよ。よあとはなんかもうあれだな、このなんていうの、おんすごいなんていうのかな、精神力がすごいなとかっては。 あの思うよねいろんなあの人が遊びに来るからさおばあなんかおうちに。で、う、ゆんたく、ね、なんですよ基本的には。うん、で一回ね内地に遊びに行った時だったかな行ってから帰ってきてで俺あのお,お母があんた内地から帰ってきてまだ。 あの,オーバーのお家行ってないでしょうで。たまには顔見せなさいよって言うからまあ確かにもうお盆と正月だけだったらちょっとあれなんか悪いかなと思ってでちょっとおばあにもあのー、お土産を買ってきてたのでマカデミアンナッツチョコレートが好きだからねでとりあえずマカデミアンナッツをお土産におばあのおうチ行ったんですよ。だかならもう、あのー、その日天気が良くってで昼過ぎぐらいに行ったら縁側でおばあが日向ぼっこしてて。で 木いってもんあ開けたらもうすぐ目の前に分かってすぐあの縁側なんですよでそれでおばがすぐ気づいて「あいはいいらっしゃい」って言ってでもう入りすぐだからそれこそ「もう入りなさい」みたいな、うん、感じで言ってで「だコーヒー入れようね」って「あいよいよおば今日はあのお土産あの買ってきたから、うん、コーヒーは俺が入れるよ」で「おばは座っといて」って「あそうね」って言うからで俺はそのまんまキッチンの方に行って湯沸かしてでそれで「あっおばこれあの チョコレート買ってきたから、開けて食べといてっていうような感じで。で、お湯が沸騰するのを待ってたんですね。ほちょっとしたら、チュッ、チュッって聞こえるんですよ。なんかなと思って。なんだろうと思ったら、また、チュッ、チュッって聞こえるから、なんか変な音になるなと思って。だから、お湯沸いたからあ、あおばあ、コーヒー持ってきたよって言って、おばあのところを持っていったら、このチョコレートは種が入ってるね。 っって言って言マカデミアッ夏のピーナッツ全部出してるんですよ。<laughs> 縁側ぜーんぶピーナッツだらけ。んなのあるかいや。<laughs> 入れ歯もよくねはってから。<laughs> だから種種だからこれは入れ歯必要ないと思って途中取ったんだろうね。うん。<laughs> うーん滋賀県よりあるアキちゃんさん。んカメカメ意味わからん。 食べるってこと食べれ食べれって意味、うん。食べてくださいっていうようなことで、カメカメって言うんですよ。もうおじゅー、沖縄のおがよく使うかね、うん。なんか、あのー、それ、それを、それをもう、あのー、なんて言うんだろう。歌い文句じゃないんだけど、もう、とにかくお家に来た人には、それを言わないといけないと思ってるはずよね、多分ね。 ああなんかなんかあげないといけないとかさうんそういうのは多分思ってるんじゃないかなあ,あいやあの沖縄のオーバー本当に強いですよああだからもう沖縄オーバーでもってるようなもんですからね <laughs> ゴングさんカメ、うん、ってことですかねいやえっ、ー、とね 食べるっていうことをまあ噛むっていうんですよ。うん。だ食べてきたねっていうなんかことを言ったらなあ夕葉のカディンちゃんなって言ったら大体いいおじおばなんか通じるんですよ。ちょっと方言講座になるけどあのカミーさんと「あ俺かわねカミーさんさ俺苦手らる」っていうのと あちゅうやうれ神勇さんっていうのは意味がちょっと違うんですよニュアンスが、うん、お腹がいっぱいすぎてもう食べれないは神勇さんなんですよでもともともう苦手だから食べれないが神勇さんなんですよそう、うん、え誰さんとかって言わないでくださいよ <laughs> か神神アメリカ人みたいな、うん、誰神勇さんって <laughs> そんなこと言わないでくださいよ、うん もうニュアンスもう本当に違いなんですけどね「うん、あなあいや俺神尾さんば?」ってよく言われますよおばあとかに「うん、ああ違うよもう食べてきたからいいんだよ」っていう話ししたりとかしてね、うん、さあえー、一曲お届けいたしましょうかねいきましょうかねえー いきましょう。一曲お届けいたします。ベースボールベアのナンバーから孤独のシンセサイザー、どうぞ。 いやーあの島ネロの話をしたじゃないですか。で俺さっきねパッと周り見て島ネロなんかチラシとかないのかなと思ったら思いっきりありましたね。これ、えー、ツイキャスの方にはご覧いただいてますがあとはユーストの方ちょっと見えにくいかなユーストは <laughs> 遠いな <laughs>、うん島ネロって、えー、まあ島は本当のね島に、うん、あのハバネロのネロですね。 シマネロっていうふうに検索しててこれあのー、本当においい商品だと思いますこれうちの嫁が「早く買ってこい」って言ってたもんな <laughs> もうそうねあのー、いろんなのに合うのでぜひ肉料理魚料理、えー、沖縄そばピザ、うん、いろんなジャンルにもってこいの商品ですのでぜひ一度お試し ください、うん、いやーもう1時間早いですねええー、今日あのまたね先ほどのえっ、ー、とニコトイレのねえー、県で来ていただいたサポートホームの知念さんも来ていただいたのでまた遊びに来ていただければなというふうに思いますさあ来週、えー、テーマいきましょうか来週は2月の 2> 3月ごめんなさい3月の1日 3月の1日じゃあ来週高校の卒業じゃないですか卒業式じゃないですか3月の1日のテーマいきましょう、えー、イベントということで、えー、皆さんが最近行ったイベント心に残るイベント行ってみたいイベントいろいろあると思いますので、えー、来週のテーマはイベントということでよろしくお願いいたしますこの番組はオードブル重箱のことならおかずの店かねく あなたの街のリフォーム屋さん、サポートホームの提供でお送りいたしました。それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手は宮城たくまでした。じゃあね、バイバイ。